こんにちは、札幌占い美容室はやまかしの後藤です。今回は、まあ、一般的なベーシックなメッシュ と、それで、まあ、全体にちょっとつないでいこうかなと思います。であとは、その後にパーマをやりたいんですけれども、デジコアパーマで途中ちょっとストレートを入れようかなと思ってます。つながりの部分とかそこら辺を、ちょっと距離が短いので、カールを上まで巻いて、中間ちょっと少し、まあこうツヤを出したりとかちょっと癖を取るような感じでちょっとやりたいと思います。今ちょっとモデルさんブローしてるんでちょっとつるってこうなっちゃってるんですけど、ちょっとこの辺の軽い癖を取りながらパーマをちょっとかけていきたいなっていう感じです。カットはポイントで切りたいなと思います。長さあんま切れないので、で仕上がりのスタイルなんですけど、ちょっと前髪が長いこういうスタイルで、ちょっとこれを簡単にパパッとやっていきたいと思います。ちょっとこう七三パートぐらいからなってるやつなんで、前髪がちょっと現状短いのかなと思うので、前髪をちょっと長くして、ちょっとパートを少し横からにしたいと思います。ここが短いんだね。ここがちょっとこんな感じで切ってて、まあ、本当はもうちょっと長い方がスタイル上雰囲気出ると思うんで、この辺からにしてこういう感じでいいんですよね。はい、でこうなってる感じに、まあ、写真のやつはなってるんですけど、ちょっとまあカットは触りだけになっちゃうと思うんですけど、カットはまあなんとなくちょっと見る感じで、僕はこのリフトしてここの角を削っていくんですけど、逆刃ですね。で削って一発でもつなげちゃいます。これでもつながりましたね。ショーバルタンでイングラを作りながらカットしていくんですけど、内巻きをイメージしながら、こういう場合は彼女の癖がこっち側に入るんですよね。でコームで引き出してカットしてもいいんですけど、結構癖が死んでしまうので、まあ、僕はあんまりしないです。癖毛を抑え込んでいきます。で、コームをちょっと寝かし倒して逆にするとどうなるかっていうと、表面だけつくようになります。立ててエッジを立てちゃうと裏側にもついちゃうん で最後チェックでちょっと顔周り足りないなって今思ったので、ちょっと顔周りのダンスの時にちょっとかっこよさを出したいので、この辺にちょっとダンスで結構こう激しい動きをした時にちょっと彼女ハチがちょっと張ってるので、そういう時にも乱れないようにするためにやっぱりちょっとこの辺をタイトに抑える必要もあったりとかします。ウェーブはあるけど抑えるとか抑えるっていう風にしていかないと、踊ってる最中に頭がすごく大きくなってしまったり、あとちょっと癖が出てきたりとかしてしまって、結局頭大きくなってしまって全体見た時にかっこよくなかったりとかすると思うんで、やっぱりこう頭振って戻した時もシュッてこう頭のラインが小さく、そしてなおかつ毛先の動きが出るようなウェーブを出していけたらいいかなと思うんで、まあ、ストレージっぽい感じでちょっとやっていきます。はい、なんで今日はクリーム状の薬剤を使わないんですけど、理由としてはそこまで癖毛とかそこまで極端な宿毛じゃないので、そういう部分骨格を調整するっていう意味でのストレートをかけていきつつ、まあ、多少の癖はちょっと取りますけども、そういう感じでやっていきます。はい、はい、いつもの通りですね、ヘナウォーターをつけて、はい、その上にヘナジェルをつけます。パーマの場合だとスタイリング剤にもヘナジェルがあるので結構使えます。自然乾燥したい場合とかそういう時に使ったりもできますし、はい、こんな感じで乾かしていきますね。ちょっと全体に溶かしてあげて、あと乾かすと、トリートメント剤がしっかり効いてくるので
今実際僕が触った感じでのイメージなんですけど、かける前よりも質感が間違いなく上がってますね。まあ髪が傷まないわけではないんですけど、かなり質感自体は上がってて柔らかくふんわりかかってるかなと思うんで、ちょっとやってみます。ちょっと触ってもらっていいですか。だいぶなんか硬さはないですよね、はい、柔らかい、ふんわりかかってて、結構大きめにこうかかってるんで、皆さん分かりますかね。大きめにかかってるんでいいかなと。で、結構ポイントとしてはこの状態でスタイリングも自然乾燥もできるっていうのが1点と、乾かすとふんわりになるっていうような感じになるので、2通り楽しめるっていうのがこのパーマになります。結構その、元々の写真がこういう感じに、でこの鉢のところがトップがまず潰れて、で、こういうちょっとかっこいい感じになったのかなと思います。でバックの方どうなってるのかっていうと、バックの方はこんな感じでかかってます。ということで時間がないので終わります。終了。あ、ちょっと触ってもらって、そんなにガサってなんないですね。はい、そうですよね。傷んだ感じしないですよね。はい、全然大丈夫ですね、うん、はい。でメッシュもちょっと皆さん分かりますか。後で、まあ、仕上がりのイメージ動画見てください。